縄長年は、日本の南北朝時代の武将。法規神であったことから、同じく兼務の新聖下で徴用された、楠木正重、結城近光、千草忠明と合わせて、三木一層と称された。長年が発給した文書は、原存数が少なく、その他の長年、及び、縄氏に関する資料も少ない。縄長年法規国名話で、海運業を営んでいた縄氏の当主。 一族に、石山城を最初に築いた上上工事がいる。縄氏は、赤松氏と同じく、村上源氏宮城県流を自称しているが、長年は大海運業者だったとする説、悪党と呼ばれた武士であったとする説がある。楠木氏同様、商業活動を行って、蓄財をしており、比較的裕福な武士であった。太平記では、長年のことを、 家富一族披露して、心があるものとして紹介している。原稿元年の原稿の乱で、鎌倉幕府の倒幕計画が露見し捕獲されて、沖島に流罪となっていた、五代醐天皇が、同三年に島を脱出すると、これを、戦場山に迎え、倒幕運動に加わった。これに勝利した、名は長年は、五代五天皇により、法規神に認じられた。また、 五醍醐天皇の気楽の際の護衛も務めている。千場山に天皇を迎えて、倒幕活動に参画するまでの下りは、太平記、梅末論に詳細に記載されている。幕府滅亡後に、五醍醐天皇により開始された、兼務の申請において、河内国の豪族、楠木正しげらと共に、天皇近次の武士となり、記録書や、武者書、恩賞方や、 雑草決断書などの役人を務め、捕掛け船の家紋を与えられる。また、京都の左京の一の司である、東一の神に任じられた。これは、縄市の商業者的性格を重んじての人事と考えられている。この役職は、代々中原氏が世襲してきたが、五代醐天皇は、強引にこのポストに長年を組み込んだ。 自分の手足となって動いてくれる長年をこの役職に就任させることで、京都の商業、工業を直接掌握しようとしたと考えられる。県務2年に西園寺公衆が、北条氏の残党と組んで申請を転覆しようとした、暴略が発覚して逮捕されると、公衆を出雲国へ流刑する途中に図って処刑している。また、 倒幕運動において、京都の六原丹大を滅ぼした、足利高氏と対立し、五代醐天皇とも格執があった、森吉新の王を、結城近光と共に捕獲した。高氏が中仙台の乱の討伐を契機に、県務政権から離脱すると、正茂、新田義貞らと共に、宮方として高氏と戦うが、延元元年、県務三年の港川の戦いの後に、 京都に入った高氏に敗れ、討ち死にした。討ち死にした場所については、太平記には、京都大宮、梅松論には三条井の熊とされている。長年の死をもって、五代醐天皇の恩寵を受け立つした、三木一層はことごとく果てた。八丁寺縁起は、長年の戦死を、南朝の生運が傾く強調であると記しており、 その通り、精神を相次いで失った難聴は劣勢に追いやられてゆくことになる。明治19年には肖像をくらい、昭和10年には11位を追蔵されている。明治17年、長年の功をもって、末裔の福岡県縄神社宮司縄長幸が男爵を授けられた。ありがとうございます。